形式図7800型は、かつて、日本国有鉄道の前身たる、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、初代北海道鉄道が1904年に、イギリスのノースブリティッシュロコモティブで6両を製造した、車軸配置2から6から0型で2気筒端式の天田機関車である。北海道鉄道では、 C2 型と称し、米や p 国コックより購入した C1 型と同等である。外観上は、開放的な運転室だった C1 型に対して、国間地用として、より密閉度の高い方式とされており、過失形状も通常のストレート型で特徴となっている。国有化後の1909年に制定された、鉄道員の車両形式称号規定では、7800型となったが、 その後も引き続き、北海道で使用され、1932年3月に、全車が廃車になり、保存されることなく解体された。なお、本形式のうち、当初含まれた7800と7801は、元関西鉄道の30系であるが、本来7850型に編入されるべきだった、もので、1913年8月に7850。 型に解消され、以降結番となった。ありがとうございます。